皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズベイくんです。スーパーマリオメーカー実況をやっていきます。よろしくお願いいたします。まずこちら Watch Your Step いきましょう。クリア率が 10% ぐらいでございます。 Watch Your Step ってかっこいいよね。これ確か気をつけてみたいな感じやねんけども、まあでも直訳したらね、足元に気をつけてってことやから。お、面白いぞこれ。待て、飛んだらいけんのか。 OK、 いいやんこれ。うぃー下手くそか。逃げろ。 OK、 大丈夫。いいやんこれこれはやり直しやね、多分。 OKOK、 こいつをじゃあ踏んでったらいいってことね。よし、いいね、これ面白いな。で、どういうこと。おお、すげえ、運んでって上に。で、なんか知らんけど、ワンナップと葉っぱゲット、葉っぱじゃあ羽ゲットしてからの、さ、パウ。おお、すげえ。どっちからでもいけたってことかな。ちょっとよく分からへんねんけども、まあこのまま行きましょう。でこれ楽しいね。しかも中間行きなくれた。でキノコをゲットして一応、おーし、さすが分かってらっしゃるね。さあ続いて、あ、ちょ、オッケー。あ、これでも羽マントやったら相当楽できんじゃん。もうこれ買ったようなもんやろ俺。でこれ乗る。オッケー、ツタも出てきた。入ってきて、でこうして、オッケー、いいぞ。あのもうノコノコはね、多分食われるでしょう、そのうち。ブラックフラワー、ブラックフラワーって名前じゃなかったな。もうブラック、もうボス。はい。あ、待て、めっちゃ難しいんちゃうこれ。おお、すげえ、弾けんねえ、これ。こうして。だいぞ。お、すげえ、電話かかってくんねや。危ないとこ電話かかってくるぞ、みんな。あ、そういうわけでもないんや。長、お前。よし、オッケー、いいぞ。いや、絶対、あー、待って、オッケー、危なし。スイーン。これは勝ったようなもんですかな。あれ、オッケー。さあ、次。下と、この緑見なあかんから、結構実は、目の行きどころは、かなり、シャープにしとかなあかんねんけど、なんとかなった。さあ、入っていきましょう。面白いな。お、ほんで、これ、お、ゴール、いいよ、これ。すげえやりやすくて、私、対抗に楽しまして、いただき、あ、40って、ちょっと最後に、ダサい、カッコとなってしまいましたが、非常に楽しまして、いただきました。時で Watch Your Step めちゃめちゃ面白かったです。では次のコース参りましょう。続いてこちら CRT さんのコース、レールの敷かれた人生。これね、めっちゃ面白そう。サムネ見た感じでも、なんとなくわかんねんけども、これはかなり楽しめるコースではなかろうか。頑張りましょう。レールの敷かれた人生。あ、そういうことか。俺がこの通りやっていくってことや。なるほど。なんか俺、なんていうんやったっけ、コースターみたいに乗ってくんかなと思ってたけど、なるほどね、この通り。お前らもレールに敷かれとるやんけ、かわいそう。ワンワンおるけども、いや、でもレールに敷かれた人生もあながち悪くないよ。これどういうこと。おお、ピー出てきた。ピー踏もう。するとピー踏んで、これはどういうこと。これなんかあんのか。じゃあこれなんかあるよね、絶対。待てよ、ほっ、ん、この動きちょっと人間には無理じゃない。ちょっと待って、この動きどうやったらいけた結構今の動き厳しかったけども、なんとかなった。今、急いであのレールの通りいけたらね、私、うまい人生遅れてたんですけども。人生送らせていただきました。さあ、ドア入りましょう。いや、面白いな、これ。ほう。じゃあ、ここやったらあかんってこと。あ、マジや。すげえ、踏んで、ここは、あ、キノコ出てくる。オッケー、食らいながら、あ、これ俺損した。で、このレールの通り行きましょう。お前はレールから人生外してやろう。下に行ってる。これ罠？あれ？人生わからなくなってきた。一回ここ入ってみようか。何このドキドキ。おー、ダメやった。レールから外れたあかんわ、やっぱり。敷いてくれた人生。おー、歩んでいきましょう。いいね、これ。下はか、うわぁ、なんか、上めっちゃ行きたい。じゃなくて下めっちゃ行きたいけど、これ上に行かなあかんねん、俺。うわぁ、マジか。下死んでたんやん、ほんで俺。出た。謎のここ。お遊びゾーン通ってからの、え、これ無理じゃない？あれ？これどうすんの？うわぁ、レールに敷かれた人生、素晴らしい。こんな人生俺も歩んでみたい。めっちゃおもろい。途中で一回どうやってもいけへんとかあってんけど、あれはどうやったらいけたんやろ。めちゃ気になんねんけども、素晴らしすぎるコースやったね、これ。レールの敷かれた人生、素晴らしい、素敵で、また笑わせてくれるコースでございました。ありがとうございました。では次のコース参りましょう。続いてこちら、改造
カインダーガーテン読めんね。クリア率が 1% かなり低いです。カインダーガーテン、なんのこっちゃねんな。お、ほんでパウゲットして投げたいんか。オッケー、ほんでパウで、あ、であのパウいんねや。お、面白いんちゃうこれ。急いで持ってって、ちょっとこれはあれね、でそこに上に投げろってことね。よし、これかなり面白いぞ。さあ行きましょうか。まず挟まれんねや。マジかよ。ここ要するにこうやろ。オッケー、でこうしてパウゲットして、よいしょ、いいね。で登る、オッケー、で大砲上、よしよしよし。でワンナップはいらんか。おー、であれかぶらなあかんかったんかな。まあまあまあ、よしよしよし、いけるいけるいける。そうですそうですね、これかぶっといたらいけるわけで、ね、すげえ。大砲踏んで上にぶつける、ワンナップゲットして、オッケー、かぶれた、ぶつける。この辺めちゃめちゃすげえな。で、あ、危ない危ない危ない。で、ここにいたらいいってこと。あれ、弾かれましたで、ね、あれれ、これどうやったらいけんの。飛ばなあかんとか。あ、そっか、ぶつけだったらいいんか、頭で。ここまでの流れは素敵でございます。で、こここうしたらよかったってことね。で、こうしてこうして、よし、オッケー。さあ次はスピンでいけなあかんかな。スピン、まさか落下していきやがったあいつ。でこうして、で次ここ、で次急がなあかんわけね。こうして、おい、オッケー、いいぞ、よし、来た来た来た。ほんでこう来てパウ投げて、よっしゃ来たー、そのパウが欲しいこれ相当一瞬たりとも気抜いたらあかんな、悔しい。ほい、オッケー。でポンしてからのパウゲット、よいしょよいしょ、ゲイぞ。で、しっかりと時間稼いでからの大砲踏む。オッケー、素晴らしいよ。あー、ワンナップ欲しかった。どうせやったらワンナップコンプリートを目指したかったところです。オッケー、どついていく。で、ここもどつく。欲しいぞ。で、スピンで飛ぶ。危ない、飛ぶ。よし、来た。ほんで、ねえたけねえたけ、来い来い、オッケー、いけた。で、これ急がなあかん。よっしゃ、来た。ここも急がなあかん。がいいんちゃうか。なんか今すごい集中しろよみたいな感じのこと言われたけど、大丈夫でした。さあ、で右に行けばいい。パウ欲しい、オッケー、パウゲットして右に走る。パウ、ええよパウ。あー、マジかマジか。でもこれどうなんやろ、なんとかなってほしいねんけども。ほうほうほう、羽ゲットして、これはもしかしてクリアの予兆ではないか。2回、よし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 。何何、怖いぞ怖いぞ。何やねん何やってんの。最後の意味深なそのバネ、あれが非常に気になるが、なんとかクリア。素晴らしいコースでございました。というわけで、改造カインダーガーテン、読めへんけども楽しませていただきました。では次のコース参りましょう。続いてこちら、マー君さんのコース、乗れそうで乗れないよし、どうすれば乗れる。いきましょう。クリア率が 50% ぐらいでございます。よしは乗りたいよね。どうやったら乗れんのか非常に気になるところ。あ、これか、行くぞ。ほう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 、なんで乗らしてくれんのヨッシー、なぜ俺を拒む。多分でも分かったぞ、急いだらいいんじゃない、要するにこうやって。あ、違う、いや分かった分かった。今ヨッシーってよう見たらめっちゃはしゃいでるやん、生まれた瞬間。あ、違うの、これクリアしたい絶対。こう、あ、違う、いやでも絶対そうや。ほっ、なんかどうしたお前なんで一緒にはしゃぐ気持ちになったんや俺とヨッシー、俺とやっぱ遊びたかったやないわ。隠しきれへんかった。そういう、思いが見えましたけども。いいね、今の。なんではしゃいだん？かわいすぎやろ、やっぱこの緑のバケモン。いいわ、やっぱこのキャラクター。私大好きでございますね。なぜこんな愛らしいキャラクターを埋めたのか、任天堂様。素晴らしい。素敵でございます。というわけで、乗れそうで乗れないヨッシー、どうすれば乗れる、クリアさせていただきました。楽しかったです。では、今回こんな感じで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントぜひぜひよろしくお願いいたします。では、次回もお楽しみに。ココロリンクゲームズのベイ君でした。バイバーイ。